世界の鉄道一覧ニカラグアの鉄道ニカラグアの鉄道ではニカラグアにおける鉄道について記述する2006年時点でニカラグアには現役の鉄道路線が存在していない2001年9月をもって最後の鉄道輸送が停止され数十年に及ぶ着実な衰退に終止符が打たれた過去には 太平洋岸に主要都市間を結ぶ1 0 6 7ト、mm、ル期間の鉄道が存在し、大西洋岸には民間企業が保有する1 4 3 5ト、mm、ル期間の鉄道が存在した。1980年代のニカラグアの地図、鉄道路線が描かれている。ニカラグアにおける最初の鉄道建設プロジェクトは1860年代に計画された。 1873年になって、ニカラグア政府は、マナグアグラナダ間の鉄道建設を、J.E. ホロマベック c o と、コリントレオン間の鉄道建設を、エンリケ・メイグスキースとそれぞれ契約した。しかし、これらは実現しなかった。1876年に、大統領ペドロ・ホアキン・チャモロ・アルファロア、コリントから、チュナンデガ・トレオンを経由し、 マナグワ湖の港近辺までを結ぶ西部区域の鉄道建設の命令を下した。鉄道路線は蒸気船を介して首都マナグワと結ばれる計画であった。もう一方の東部区域ではマナグワとグラナダを結び、マサヤを経由するかティピタパ川に沿って鉄道が建設される計画であった。西部区域の建設工事は1878年に開始された。 最初の機関車が1880年11月に、チナンデガに到着し、1882年3月10日に、コリントとチナンデガを結ぶ、最初の路線が開通した。その後も建設は継続され、1883年に、鉄道はレオンを呼び、マナグア湖岸にある集落に到達した。新しい町、モモトンボ港は1884年に、 港町、貨物駅として開かれた。西部区域の鉄道は、全長58マイルの主線と3.5マイルの支線を保有していた。東部地域の建設工事は1883年に開始された。1884年に線路は、マサヤまで到達し、1886年には、グラナダまでの付設が完了した。東部区域は、 全長31マイルの主線と2マイルの支線を保有していた。1885年にロス・プエブロスでカラソ鉄道の建設契約が締結された。この鉄道は、マサヤからコーヒー農場が広がる地域を通り、カラソ県のディリアンバへ向かう東部区域の支線であった。この鉄道は1887年に完成し、30メートルの トンネル箇所を含む27マイルの路線を保有していた。1895年から1898年の間に西部区域において、チナンデガからエルビエホまでの4.8マイルが延伸された。西部区域と東部区域をつなぐラパスビエハとマナグア間の中央区域は1900年から1902年にかけて建設された。この路線によって、 マナグワ湖を運行するマナグワ駅の蒸気船は衰退し、1903年にモモトンボ港へ向かう区間が廃止された。大西洋岸と太平洋岸をつなぐ鉄道建設計画が存在し、1903年に契約が締結された。この路線は全長 288km に及び、ニカラグア湖の港町サンミゲリートから熱帯雨林の困難な地形を通り、 カリブ海沿岸の村落モンキーポイントまでを結ぶ計画であった。1906年10マイルまで建設が済んだ後、工事は中断し、その後二度と再開されることはなかった。そのため、ニカラグアの鉄道が両体溶岩を結んだことはない。後になって、民間の投資家が大西洋岸のプエルト・カベサとココランド間に、 全長62マイルの独立した鉄道を建設した。この鉄道は1925年から1955年まで創業し、主に木材とバナナを運搬していた。太平洋岸ではその後の数十年間で複数の路線が建設された。1940年時点で、ニカラグアの国営鉄道は、下記の路線から構成されていた。 総延長距離 382.48km1960 年代と1970年代にかけて鉄道は衰退していき、1972年のマナグア王自身が経営状況の悪化にさらに追い打ちをかけた。政府はこれに対し、1976年にイバもチャカラプエルト、そもさ現在のプエルトサンディーノに伸びる支線を建設した。 この政策は、運輸量と収入を大幅に増進させたが、長くは続かなかった。政府からの助成金が着実に増え続ける一方で、乗客輸送は減少していった。1982年になって、最初期に付設された、コリンとレオン間が、洪水の被害を線路に受けて廃止された。1993年の時点で、 太平洋側にはまだ 373km に及ぶ 1067mm 軌道の鉄道が存在し、カリブ海側のプエルト・カベサには 3km の位置。435mm の鉄道が残っていた。1日につき、数本の列車が、南はマナグアからグラナダへ、北はマナグアからレオンへ乗客を運んでいた。 1993年12月31日、大統領ビオレータ・チャモロは、保有車両と、鉄道軌道を解体し、スクラップとして売却するよう命令を出し、大部分の鉄道が廃止された。最後の鉄道、チチガルパと、サンアントニオ製陶工場を結ぶ 6km は、2001年9月に、廃止された。ありがとうございます。